はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。日曜日のね、まったりとした午後3時回りました。原稿書いてました。サラリーマンの悪口でも言ってみようかなということでございましてですね、サラリーマンに限ったことではないんですけど、人間ってね、自分のこう価値観を持たずに生きてる人間っているんですね。どっちかというとそういう人の方が多いわけなんですけども、自分の価値観を持ってると皆さん思ってるんですよ。自分の価値観を持ってないことを自覚している人ってほぼ少ないわけであって、でもその価値観ってね、自分のもんなのか、それとも誰かの借り物なのかというところを気がついてないわけですね。どう言いましょうね、例えばこう誰かが好きやとかっていうふうに思う人がいるでしょう。例えばものすごいインフルエンサーがいるわけじゃないですか。よく言いますね、最近ではこの人、立花みどりさんですか。立花レイと書きますけど、あれみどりって読むんでしたっけ。あの方ってものすごい強烈な主張っていうか、こうちょっと変わったものの見方をされて、それが至って合理的にできてますよね。で、見るとすごいなこの人はと思います。でその立花さんの言い張ることばっかり追っかけてですね、その通りやその通りやその通りやと思ってる人がいたとするでしょう。そういうふうに見なあかんねんと思ってる人がいたりするでしょう。その人、自分の価値観ちゃうんですよ。俺は立花先生の価値観やろうということになりますわね。で、それをね、何十年もやってるうちに自分のものになったっていうのは、それはそれでいいかもわからない。一瞬ね、この前読んだ、半年前に読んだからって言って、全部その立花流に物事を見ていこうという、それ自分ちゃうやんっていう、借り物やんということですね。自分のものにされてもいいんですけど、されるんやったらね、とことん、その自分でまず納得して、ただ本読むだけではなくてね、自分でまた考えてみて自分のものにしなあかんのですけど、ただただ借りてきてですね、それをと言ってる人、世の中に少なからず言い張るんちゃうかなと思いますね。で同様にやっぱり、所属してる学校とかね、所属してる会社、あるいは所属してるこう宗教団体、とかの価値観をもうそのままに生きてはる人っていますよね。それはそれで別に、そういう生き方はあるわけであって、それが悪いというわけではなくて、それはそれぞれの生き方やということですね。でもそういうのはやっぱりあれですね、自分のもんとは言い難いわけですね。例えば松下という会社に、今はないのか、パナソニックかに入ったら、幸之助精神やーとかで言うてある人っていましたけど、今でもいるんちゃうかと思いますけど、なんやのそれって、いうことですね。京セラの稲森さんの稲森イズムがすごいんやーって言うてある人、いたとして、ええやん、ほんだらそれで来たらええやんということですね、ほんまに。別に、そういう方は、それはそれでご本人幸せかもわかりませんけども、周りからは一目どころか、一目置かれるどころか、あいつな、あいつだというふうに見られるわけですね。それ別に構わないっていうのは全然それでいいわけなんですけど、少なくともそれあんたのオリジナルちゃうでというのは自覚せなあかんと思ってるんですけども、大概そういう方ってご本人はそれでいいと思ってらっしゃるんで気がつかないわけですよね。今ねちょっと鼻水が出るから、はい。それでサラリーマンでもね、やっぱりそうやってね、パナソニックとか入ったりするとね、その松下イズムや幸之助イズムやとかやって やってる人、いるわけなんですけど、少なからずどんな会社にもね、社風というものがあってですね、それに染まってしまうという人もいるし、染まってしまってるつもりはないんやけども、すっかり染まってるという人もいるし、言ってみればですね、自分ではなく誰かから借り物のその価値観でもって生きていくと、生きていきやすい環境にあるのがですね、サラリーマンだと思います。自営業者に比べればうんと洗脳されやすい、他人の価値観をそのまま自分のものだと思い込みやすいって、他人の価値観を自分のものやと思い込むっていうのを洗脳と私は思うんですけど、で
まあ自分で考えてみたら分かるやんという、その自分で考えてみるっていうことができない状態に、その他人の価値観でしか考えられなくなるという状態になりますね。で私みたいな天の弱の人間は世間の普通の常識から疑ってかかりますからそうそう人の価値観では、どうですね、物を言うたり書いたりはしないタイプなんですね。中には物書きでもいますよね、人の真似ばっかし書いてるっていう、これ誰かが言うてるやんみたいな、そんなんばっかし書いてあるような人いますよね、がたまにいらっしゃいます。たまにね、私のもパクられたりしますからねもう別にいいですけどオリジナルを出せる人間と出せない人間っていうのはやっぱりいるんですよ。でオリジナル出してる人間でもね、やっぱりたくさんの原稿依頼があったらたまには他人のもの書いてあるかっていう、いやそれは、まあ、ちょっと前に聞いたことが自分のもんやとか勝手に自分の中で思ってるというかとこともございましょうし、まあ別にそんなのもええんですけど、サラリーマン長いことやってるとね、例えば三菱なんたらにずっと言い張ったったら、その三菱なんたらイズムになってしまってるわけなんですね。でそういうことにお気づきになってないんでね、そういう方がねふっと会社から離れたりするとね、たちまちあれ俺は何やってるのみたいになるわけですまあ大事なことはいつも言うように自分の頭で物事を考えるというわけで、他人の頭を借りて考えないということでございます。これね言うの簡単ですけどなかなかできないもんで、僕みたいに生まれつき人の言うこと聞かんというタイプやったらね、割合簡単にできるんですよ他人を全て信じない。一回ね言いましたけど、裁判所行ってね、裁判所の人がね、これは裁判所の考えですからとか言うはずだ、そんな関係ないやん俺って裁判所は裁判所でしょ私は私ですねとかって言うたら、その守り鉄砲を食らったような顔をみんなに見せてあげたいわこんなやつがおるんやみたいな、裁判所なんか関係ないもんって裁判官がそう言ってますよ、そんな知らんやん俺は裁判官がうちのお父ちゃんちゃうんやもんってまあね、そういうこと言うてしまう人間なんでね、全くねその自分の頭で物を考えることについてハードルが低かったんですけど、一般の方はねなかなかねそれができない方多いわけでして、まあ大概の人できないですね。自分の頭できちんと考えてはるというのは10人のうち1人おるやろか、こんな感じはしますね。まあ1人ぐらいいるかな。はい。なので、その知らず知らずのうちにね、やっぱりこう、会社や、その自分の所属する学校や、まあ宗教なんか入ったら全くその通りなんだ。全くその宗教に洗脳されたというのと同じなんですよ。子供の頃からね、親が入ってたからって、その宗教に入って、それを信じながら生きてるっていうのは、まあ、それが洗脳されたというよりも、まあ、洗脳に近い洗脳なんですけど、子供の頃洗脳されてるってのは、僕に言わしたら罪が軽いわけだって、しゃあないやんと思うんですけど、大人になってからね、宗教に入り込んで、のめり込むっていうのは、それはちょっとあんた、なんかどこか足りひのちゃうか、ね、頭の中のネジが85本ぐらい抜けてるんちゃうかというふうに考えてしまうんですね、私はね。どんな宗教もですね、必ずその最後は理屈でないというところになるわけです。だからそののめり込む要素はどこにもないわけなんですね。でも会社とかしゃあないですよね。その会社のイズムに従ってないとこう生きづらくなって最後は辞めなきゃわけです。辞めてもええって言うとそれはねイズムに従わなくてもいいかもわからんけど、イズムに従わないとわかるでしょ僕なんかもどこ2社しか行ってないけど、もう全然こいつ会うてへんわって合わそうという気もないしみたいな、まあ、それ合わそうというふうに素振りを見せますよ、それは私も分かったんで。まあでも基本的にね、心の底からね、その会社のために頑張りたいとか、ここは、ここでこのね、この人に仕えて一生懸命やろうとか、さらさらないですからね。そんなんすぐ見てる人に分かるんですよね。でも与えられたことは必ずやろうと、その程度の義務感はありますし、まあできる程度の能力はあるんで、まあなんとか言ってましたけど、まあ、そういう私からすると、世間の大半の人は羊さんやなと思って見てるんですけども。まあまあ別に羊であってもね、羊であるから悪いっていうわけで全然なくなります。たまにはそうやでというふうにお気づきになる方がおってもええんかいなと思って、だからこのペラ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 無駄なこと喋ってるんですけどね。サラリーマンは洗脳されやすい、それはあれ
まあ、選挙管理委員会ですね、投票に行けということです、はい、他人の価値観で生きてるとね、そうなってしまわざるを得ないというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。